こんにちは、アニマルタイガです。はい、ということでですね、今回なんですけども、今ね、僕はアザンティック埼玉05店の方にいるんですけども、今日もね、営業日っていうことでちょっとお店の方を開いてるんですけど、今ね、お客様がちょっといらっしゃらないので、ちょっとね、撮影をしております。今日なんですけども、外にね、プールがあるんですけども、そのプールでオオトカゲ泳がそうと思います。今日ね、泳いでもらう子はこちらのね、ダンちゃんですね。ダンちゃんです。ダンちゃん、ご飯じゃないよ。コテンテックス。あら、泳いでる。ダンちゃんとこちらにいるね、梅役の子をプールに入れます。このね、梅役の子がこちらの子ですね。この子が一応、飼い主さんが決まってるんですけども、飼い主さんの方にもね、許可をいただきまして、プールでね、ぜひ泳がせてくださいっていうことだったので、撮影していいですよってことだったのでね、はい、こっちの子をね、泳がせたいと思います。前にね、お風呂の方で、家でね、お風呂の方で泳がせたことあるんですけども、もっとね、広いところで泳がすっていうことで、もう華麗なね、泳ぎをしてくれるんじゃないかなと思いますのでね、期待して撮影していきましょう。まあ、ダンちゃんはですね、一般的にまあサバンナモニターは泳ぎが苦手、普段ね、まあ、泳ぐ種類ではないので、かなり泳ぎが苦手、そしてダンちゃんはどんくさいですからね、非常にまあ可愛い映像撮れるんじゃないかなということでね、やっていきましょうか。それではまずね、華麗に泳ぐであろうこちら水オオトカゲアザンティックの先行班ちゃんの子たちですね、の飼い主さん決まってる方ですね。あ、そうそう、どちらの子、こっちの子ですね。はい、この子です。この子をね、じゃあ泳がしてみましょうか。よし、じゃあ行きますよ。外に行きましょう。外に行きましょう。この前までこちらのね、外に、ここにね、プテラ君いたと思うんですけども、プテラ君はですね、あちら奥の方に行ってしまいました。残念なことにね、あちらの奥の方まで行っちゃいましたね。まあね、お隣さんからちょっと鶏の鳴き声ね、うるさいよっていうことで、お話いただいたので、かなりね、遠くの方、あっち隣がもうね、牛舎なんですけども、そこの近くまでプテラ君は行きました。まあ、イグはね、ここにね、いますね。イグはいます。大丈夫ですね。看板がありますけども、プールがですね、プールがこちらの方に、あ、サバンナ店長のカズダ。今日は荒れてますね。今日荒れてる？はい、荒れてんだ。荒れてます。天候が荒れてます。あー、今日はね、久しぶりの晴れで、ハエとね、蚊がやばいね。いや、そのね、サバンナさんの所有するプールなんですけども、こちらですよ、これ。メダカじゃないのが入ってる。先にね。これダメだ、3メーターって言ったっけ、4トン入るプールだそうです。ここでじゃあちょっと泳いでもらいましょうか。来ますね。じゃ、まずはこれをちょうどプカプカーとこう、おー、こんな感じ。よいしょ、じゃあレッツゴー。おー、痛い。おー、痛い。ちっちゃ。おー、泳いでた。すごいじゃん、プカプカプカって。楽しそうですね。うん、おー、泳いでる。あ、なんか見つけた。おー、かわいい。上手だよね、ほんと。まだ生まれて1ヶ月だよ、こんな泳げるって。カズさんでもあれでしょ、水泳めっちゃ得意なんでしょ。そう、同じぐらい泳げるから。これ何泳ぎなんだろうね。おー、泳いできました。あっちの隅まで、これ3メートルあるからね、かなり広いですよ。もうこういうね、水場用意できるような飼育環境をいずれちょっと作ってみたいですね。まあ、うわ、まあそうだね、この辺だったら、あ、いいですね。水田とかに放って花地なんかはね。じゃあ手とか置いたらこれ登ってくるんじゃない。リクバーが欲しいからね。これかわいい、登ってきちゃいました。もうプールいいやっつって。いやだ、かわいい。
行こうぜ。もう一回、ほら、レッツゴー。スイーン。いいなぁ。あ、戻ってきました。生まれた時にこんなことできるなんてすごいっすね。すごい。おー、潜水した、潜水した。おー、潜水して、おー、すごい。上手。ああやってね、敵から逃げるんですよね。潜ってね。はい、じゃあね、しっかりとこう、華麗に泳げるところが確認できたということで、お部屋にじゃあ帰りますか。あまりね、長く入れてても、体ちょっと冷えちゃうかもしれないので。おいで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 、すごい逃げてくれ。お、綺麗においで。うわー、早い早い、うわー。うわー、すごい。よくね、はい、ということで無事ね帰ってくることができましたね。はい、すごかったね、すごかったですはい、じゃあ続いてはね、こちらダンちゃん行きましょうか。ダンちゃんね、泳いでみましょうね。元気ですね、今日も泳いでみましょうね。ダンちゃんはですね、ファーストコンタクトはだいたい紙なので、紙から入ってくるので、そう、すぐ分かればね大丈夫ですけど、結構噛んでくるので、革手袋必須まあ触り始めたら大丈夫なんですけどね、結構ファーストは噛んでくるんで、ご飯かなっていうので、じゃあ行きますか。ダンちゃんもね、頑張っていくぞ。さあ、じゃあダンちゃんね連れてきました。ダンちゃん来ましたよ。もうすでにねプカプカと言ってますけども、出してみますか。ダンちゃん泳げるかな。ダンちゃん尻尾の方がねゴタッピして綺麗になってますけど、泳いでねもっとね綺麗に向けやすいようにしようね。はいはいはい、それじゃあレッツラゴー。お、ダンちゃんダンちゃん、お、すごい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 、なんか前より上手になってる気がする。お、ダン尻尾の動きがでも下手だよね。かわいい、でもでも全然違うでしょ。うん、かわいい僕泳げませんって顔してますか。うん、全然あ、でもなんか上手になってる。前もっとクルクルしたのに。かわいい、頑張れ頑張れ。おいメダカより前に泳ぐっていう。よしよしよし、ダンちゃん何、ダンちゃん何捕まって、ダンちゃん何捕まってんの、ホースに。僕泳げません、助けてくださいって言ってるみたい。かわいいじゃん。尻尾白、尻尾の先めっちゃ白い。もうこぼれ。ダンちゃん頑張れ、ダンちゃん。ダンちゃんすごいぞ。おー、そこに戻ってくる。いや頑張ってますね。まあまあまあ、ちょっとねいい運動になったんじゃないかなと思います。けどまあダンちゃんはねちょっと、頑張りましたので、この辺でね終わっていきましょうか。はい、お疲れ様です。いい運動になりましたかね。このお腹がねちょっとボテボテしてね、ちょっと太り気味なのでね、ダンちゃんね、いっぱいご飯もらってますからね。はい、じゃあダンちゃんね帰りましょう。さあ、ということでね、ダンちゃんもね無事ね帰ってくることができました。お疲れ様です。はい、ということでいかがだったでしょうか。2匹のね、対局したオオトカゲ、まあ泳ぐの得意なオオトカゲと泳ぐのが苦手なオオトカゲをね3メートルのプールで泳がしてみました。いや本当にね、あの泳ぎ方の違い、もう歴然だったんじゃないかなと思いますね。水オオトカゲは本当にね、まあ、泳ぐのが得意だなというふうにね思いますね。まあ水オオトカゲに関してはね、今後も、まあ、プールで、泳がす映像だったりっていうのをね、まあ撮っていきたいなと思いますので、ぜひまた、プール企画ありましたらよろしくお願いしますということで、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。